空海、後期5年、774年昭和2年3月21日、835年4月22日は、平安時代初期の僧。弘法大師の死後、921年、醍醐天皇によるで知られる、真言宗の開祖である。俗名、幼名は、佐伯真如、佐伯の魔王。日本天台宗の開祖、最澄、伝如大師と共に、日本仏教の大勢が、教承される、奈良仏教から平安仏教へと転換していく流れの壁頭に位置し、中国より真言密教をもたらした。農書家としても知られ、嵯峨天皇、橘の早成と共に三父での一人に数えられている。宝亀5年、774年、佐抜国多度郡屏風浦、現、香川県善通寺市で生まれた。父は、郡司、佐伯直太公、佐伯の与えた、義美、母は、あと大谷の娘、あるいは妹、幼名はマナ。真言宗の伝承では、空海の誕生日を6月15日とするが、これは中国密教の大成者である、福雨三蔵の入滅の日であり、空海が福雨の生まれ変わりとする伝承によるもので、正確な誕生日は不明である。延暦7年、788年、平城京に上る。上京後は、中央佐伯市の佐伯今盲人が建てた氏寺の佐伯院に滞在した。マナは、佐抜佐伯氏。延暦8年、789年、15歳で、桓武天皇の皇子伊予親王の家庭教師であった、母方の叔父である、あと大谷について論語、公卿、詩伝、文章などを学んだ。延暦11年、792年、18歳で慶の大学寮に入った。大学での専攻は、妙行道で、春秋左氏伝、孟子、小書などを学んだと伝えられる。延暦12年、793年、大学での勉学に飽き足らず、19歳を過ぎた頃から、山林での修行に入ったという。24歳で、儒教、道教、仏教の比較思想論でもある、老子湯引を表して、俗世の教えが真実でなことを示した。この時期より日東までの空海の足取りは、資料が少なく、断片的で不明な点が多い。しかし、吉野の金峰山や四国の石鎚山などで、山林修行を重ねるとともに、幅広く仏教思想を学んだことは、想像に難くない。大日経をはじめとする、密教経典に出会ったのも、この頃と考えられている。さらに、中国語や梵字、漆澹などにも手を伸ばした形跡もある。ところでこの時期、一社門により、国蔵九文字法を授かったことはよく知られるところである。三教湯引の序文には、空海が、阿波の大滝武氏、現在の大野流寺山付近や土佐の室戸岬などで、九文法を修ましたことが記され、特に、室戸岬の御厨神窟で修行をしているとき、口に、明星、国蔵菩薩の化身が飛び込んできたと記されている。この時空海は悟りを開いたと言われ、当時の御厨神窟は、海岸線が今よりも上にあり、洞窟の中で空海が目にしていたのは、空と海だけであったため、空海と名乗ったと伝わっている。九文字法を空海に伝えた一社門とは、旧来の通説では、権蔵とされていたが、現在では、大安寺の戒名ではないかと言われている。戒名は空海と同じ讃岐の出身で、その後空海が重要視した釈マハーヤーナ論の将来者である。空海の得度に関しては、延暦12年、793年に20歳にして、権蔵を主とし泉国間京山寺で出家したという説、あるいは25歳出家説が古くから唱えられていたが、延暦23年、804年、遣唐使が遭難し、来年も遣唐使が派遣されることを知った、日東直前31歳の延暦23年に、東大寺会団員で、得度受戒したという説が、有力視されている。ただし、大乗官譜では、延暦22年4月7日出家したと記載する。空海という名をいつから名乗っていたのかは定かではない。無空や、教会と名乗った時期があるとする文献もある。延暦22年、803年、医薬の知識を生かして推薦され、直前に得度したが、遣唐使の医薬を学ぶ薬生として出発するが、悪天候で断念し、翌年に長期留学僧の学問僧として、唐に渡る。当時の留学僧は、中小士族の子弟が多いが、中国語の能力の高さが有利との指摘はあるが、この間の学問僧への変更の経緯は不明である。第16次20回説では18次遣唐使一行には、最澄や立花の早なり、後に中国で三蔵法師の称号を贈られる良然がいた。最澄は、この時期すでに天皇の御子蔵である内具部十禅師の一人に任命されており、当時の仏教界に確固たる地位を築いていたが、空海は全く無名の一社門だった。同年5月12日、何松を出港、博多を経由し7月6日、肥前国松浦郡田浦、五島市三井楽町から日東の都に着いた。空海と立花の早成が乗船したのは、遣唐大使の乗る第一船、最澄は第二船である。この日東船団の第三船、第四船は遭難し、唐にたどり着いたのは、第一船と第二船のみであった。空海の乗った船は途中で嵐に遭い大きく航路をそれて上元20年、延暦23年、804年8月10日、福州長慶県赤岩鎮に漂着。海賊の嫌疑をかけられ、疑いが晴れるまで約50日間待機させられる。この時、遣唐大使に代わり、空海が福州の長官へ嘆願書を代筆している、風信帖日東を参照。また、空海個人での長安入教留学の嘆願書、計を提出し、20年留学予定であると、記述している同年11月3日に、長安入りを許され、12月23日に、長安に入った。ただし元年、延暦24年、805年2月、西明寺に入り滞在し、空海の長安での住居となった。長安で空海が支持したのは、まず霊泉寺の東土大塔、三蔵法師。密教を学ぶために必須の梵語に磨きをかけたものと考えられている。空海はこの般若三蔵から、梵語の教本や新訳経典を与えられている。5月になると空海は、密教の第七祖である東長安青龍寺の慶華和尚を訪ね、以降約半年にわたって支持することになる。慶華は空海が過酷な修行をすでに十分積んでいたことを初対面の際見抜いて、即座に密教の扇伝授を開始し、空海は6月13日に大悲泰蔵の学法勧請、7月に金剛会の勧請を受ける。ちなみに、泰蔵会、金剛会のいずれの勧請においても、彼の投じた花は式曼荼羅の大日如来の絵落ち、両部、両界の大日如来と、結縁した、と伝えられている。8月10日には伝法阿闍梨くらいの勧請を受け、この世の一切をあまねく照らす最上のもの、=大日如来を意味する、遍照金剛の勧請名を与えられた。この名は、後世、空海を尊崇する御法号として唱えられるようになる。この時空海は、青龍寺や福雨三蔵ゆかりの大興善寺から500人にも、登る人々を招いて、食事の接待をし、感謝の気持ちを表している。8月中旬以降になると、大勢の人たちが関わって、曼荼羅や密教法具の制作、経典の書写が行われた。慶華和尚からは、阿闍梨付属物を授けられた。伝法の隠身である。阿闍梨付属物とは、金剛智福空金剛慶華と伝えられてきた、仏舎利、国白檀仏。菩薩金剛尊像、高野山に現存など8点、慶華和尚から与えられた賢太国、糸袈裟、東寺に現存供養具など5点の計13点である。対して空海は伝法への感謝を込め、慶華和尚に袈裟と柄香炉を献上している。同年12月15日、慶華和尚が60歳で入寂。元和元年、延暦25年、806年1月17日、空海は、全弟子を代表して、和尚を顕彰する碑文を寄贈した。そして、3月に、長安を出発し、4月には、越州に至り4ヶ月滞在した。ここでも、土木技術や薬学を、はじめ、他分野を学び、経典などを収集した。折しも遭難した第4船に乗船していて生還し、その後級に任命されて、唐に再渡海していた、遣唐使方願の航海遠征を通じ上奏して、20年の留学予定を短縮し2年で、留学の滞在費がなくなったことを理由に、唐庁の許可を得て、その帰国に便乗する形で、8月に明州を出港して、帰国の途に着いた。途中、暴風雨に遭遇し、五島列島福江島玉の浦の大方向に寄港。そこで、真言密教を開いたため、後に、大宝寺は、西の高野山と呼ばれるようになった。福江の地に、本尊、国蔵菩薩が安置されていると知った空海が参籠し、満願の朝には、明星の気功と随調を廃し、異国で修行し、真言密教が、日本の鎮護に効果をもたらす証であると信じ、寺の名を、明星院と名付けたという。虚しく生きて満ちて帰るという空海の言葉は、わずか2年前無名の一留学僧として日当した、空海の成果がいかに大きなものであったかを如実に示している。大同元年、806年10月、空海は無事、博多津に帰着。太宰府に滞在し、呉服町には東長寺を開基し、また、宗像大社神宮寺であった、陳谷寺を創建したと伝わる。日本ではこの年の3月に、桓武天皇が崩御し、平城天皇が即位していた。空海は、10月22日付で朝廷に、将来目録を提出。唐から空海が持ち帰ったものは、将来目録によれば、多数の経典類、新訳の経論など216部461巻、両部題、曼荼羅、蘇子図、密教法具、阿闍梨付属物など膨大なものである。当然、この目録に載っていない私的なものも別に数多くあったと考えられている。未だ学ばざるを学び、聞かざるを聞く、将来目録、空海が将来したのは密教を含めた最新の文化体系であった。空海は20年の留学期間を2年で切り上げ、帰国したため、空海に対して、朝廷は対応に困ったのか、大同4年。809年まで入教を許可せず、大同元年、806年10月の帰国後は、入教の許しを待って、数年間太宰府に滞在することを余儀なくされた。大同2年より2年ほどは、太宰府、観世音寺に留め住している。この時期空海は、個人の法要を引き受け、その法要のために、密教図像を制作するなどをしていたとされる。大同4年、809年、平城天皇が退位し、嵯峨天皇が即位した。空海は、まず、泉国牧尾山寺に滞在し、7月の大乗還付を待って入教、和気氏の指示であった、高尾山寺、後の真護寺に入った。この空海の入教には、最澄の尽力や支援があった、と言われている。その後、二人は10年ほど交流関係を持った。密教の分野に限っては、最澄が空海に対して、弟子としての礼をとっていた。しかし、法華一条を掲げる最澄と、密言一条を標榜する空海とは徐々に対立するようになり、公認7年、816年初頭頃には、決別するに至る。二人の決別に関しては、古くから最澄からの履修釈行、履修行の注釈書の釈覧要請を空海が拒絶したことや、最澄の弟子安則が空海の下へ走った問題が挙げられる。だが、近年その通説には疑義が提出されている。大同5年、810年、クスコの変が起こったため、嵯峨天皇側につき、鎮護国家のための大祈祷を行った。公認2年、811年から公認3年、812年にかけてお徳に寺の別当を務めた。公認3年、812年11月15日、高尾山寺にて、金剛会結縁勧請を開け壇した。入壇者には、最澄も含まれていた。さらに12月14日には、大蔵勧請を開け壇。入壇者は、最澄やその弟子、円長、光浄、安則のほか190名に上った。公認4年、813年11月23日、最澄が空海に、履修釈行の釈覧を申し入れたが、密教の神髄は口伝による実践修行にあり、文章修行ではないという理由で空海は拒否した。公認6年、815年春、会津の徳一菩薩、下野の高聡禅師、一万徳菩薩、既得の五鬼化、などの東国有力僧侶のもとへ、弟子、高守らを派遣し、密教経典の書写を依頼した。時を同じくして、西国筑紫へも勧進を行った。この頃、弁賢密に経論を表している。公認7年、816年6月19日、修禅の道場として、高野山の家師を請い、7月8日には、高野山を家師する、宗勅許を賜る。翌公認8年、817年、安則や自知寺弟子を派遣して、高野山の開創に着手し、公認9年、818年11月には、空海自身が、勅許後初めて、高野山に登り翌年まで滞在した。公認10年、819年春には七里四方に、結界を結び、伽藍建立に着手した。この頃、即身成仏儀、生死実相儀、雲寺儀、文教秘付論、天霊版称名儀などを立て続けに執筆した。公認10年、819年7月、嵯峨天皇の勅命によって、宮中の中司省に居住した、高野雑筆集。勅命の理由は不明であるが、中司省の役割から考えて小勅などの文章作成の指導あるいは代筆を求られたと考えられ、公認11年、820年5月に文教秘付論を要約した文筆願進書を表しているのも、中司省など、官人の文章作成能力の向上という天皇の依頼に応えるためだったと見られている。公認12年、821年、万能池、現在の香川県にある日本最大の農業用ため池の改修を指揮して、アーチ型堤防など、当時の最新工法を駆使し、工事を成功に導いた。公認13年、822年、大乗官府により、東大寺に、勧請道場真言院建立。この年、平城上皇に、官庁を授けた。公認14年、823年正月、大乗官府により、東寺を賜り、真言密教の道場とした。後に、天台宗の密教を、大密か、対して、東寺の密教を東密と呼ぶようになる。東寺は、京王護国寺の名を合わせ持つが、この名称は、鎌倉時代以降に用いられる。天正元年、824年2月、勅により、上泉園で、旧法を修した。3月には小僧図に任命され、総合入り、天正4年には大僧図。6月に造り東寺別当。9月には高尾山寺が定額寺となり、真言僧14名を置き、毎年年分土者1名が許可となった。天正5年、828年には、草芸七院式並び以上を表すとともに、東寺の東にあった藤原三種の指定を譲り受けて、私立の教育施設、手芸七院を開設。当時の教育は、貴族や軍事の指定を対象にするなど、一部の人々にしか門戸を開いていなかったが、手芸七院は庶民にも、教育の門戸を開いた画期的な学校であった。手芸七院の名に表されるように、儒教、仏教、道教など、あらゆる思想、学芸を網羅する、総合的教育機関でもある。草芸七院式並び所において、物の交配は必ず人による。人の精進は庭園で道にありと、学校の存続が運営に携わる人の命運に左右される不安定なものであることを認めた上で、一理音を下し、参考力を合わせ、諸子の秀樹諸宗の大徳、我と志を同じうせば、百世継ぐおなさんと、天皇、大臣諸公や仏教諸宗の指示、協力のもとに運営することで、恒久的な存続を図る方針を示している。ただし、これは実現しなかったらしく、手芸七院は空海入滅後10年ほどで廃絶した。現在は、七院大学及び高野山大学がその流れを受け継いでいる。天正7年、830年、純那天皇の勅に応え、秘密曼荼羅十重心論10巻、天朝録本集書の1を表し、後に本書を要約した、秘蔵邦訳3巻を表した。天長8年、831年5月末、病、悪僧と言われているを得て、6月大僧図を辞する、旨上表するが、天皇に遺留された。天長9年、832年8月22日、高野山において、最初の万、あかり万華会が収むされた。空海は、願文に、国雨月、衆生月、涅槃月なば、我が願いも月なんと思いを表している。その後、秋より、高野山に隠棲し、穀物を立ち禅定を好む日々であったと伝えられている。昭和元年、834年2月、東大寺真言院で、法華経、般若心経秘経を講じた。12月19日、毎年正月宮中において、真言の主法、5なのか、5主法を行いたい旨を奏上。同29日に、大乗還付で許可され、同24日の大乗還付では当時に3号を置くことが許されている。昭和2年、835年、1月8日より、宮中で、あと7日、5主法を修むす。宮中での5主法は、明治維新による、神仏分離による短期の中断を挟み、当時に場所を移し勅使を迎え毎年行われている。1月22日には、真言宗の都市分土者3人を申請して許可されている。2月30日、金剛峯寺が定額寺となった。3月15日、高野山で弟子たちに遺言を与え、3月21日に逝去した。享年62、満60歳没。伝心税線。空海僧図伝によると死因は病死で、俗日本語記によると遺体は荼毘に付された、火葬されたようである。しかし後代には、入定した、即身仏となったとする文献が現れる。天長8年、831年に病を得て、以降の空海は、文字通り命がけで、真言密教の基盤の強化と、その存続のために尽力した。特に、昭和元年、834年12月から入滅までの3ヶ月間は、5なのか、5主法が申請から10日間で許可されその10日後には、主法、また、年分土者を獲得し金剛峯寺を定額寺とするなど、密度の濃い活動を行った。すべてをやり終えた後に入定、すなわち、永遠の禅定に入ったとされている。なお、空海生誕地の善通寺の産湯戸と高野山奥の院、入定地は、同一井戸、東西に並ぶ。延喜21年、921年10月27日、当時長者間、県の奏上により、醍醐天皇から、弘法大師の賜号が贈られた。高野山壇上伽藍、根本応答の塔内の正面に、昭和天皇の親筆の扁額、愚法が掲げられている。最初は、本覚大師の賜号が贈られることになっていたが、弘法利生の業績から、弘法大師の賜号が贈られることになった。中世に入ると、空海の評伝を絵画化する動きが見られた。愚法大師伝絵と呼ばれるもので、絵巻の作品が中心である。高野大師行定図が、高野山地蔵院像、弘法大師行定絵巻、東寺像などがよく知られ、空海の様々な伝説が全国に知られる一因となった。弘法大師は空海を超え、1000年の時を超え、普遍化したイメージでもある。歴史上、天皇から下賜された大師号は全27名に及ぶが、一般的に大師といえば、ほとんどの場合、弘法大師を指す。空海を知らなくても、弘法さん、お大師さんを知る人は多いと言えるだろう。真言宗では、宗祖空海を大師と崇敬し、その入定を師ではなく、禅定に入っているものとする。高野山、奥の院御廟で空海は、今も生き続けていると信じ、南無大師遍照金剛の証拠によって宗祖への崇敬を確認するのである。ただし、大師の賜号の下賜を朝廷へ奏上した、真言宗第5派、及び第5派の系統を一部取り入れている、智山派では、時に、南無遍照金剛と大師をつけずに呼ぶ場合がある。故郷である四国において彼が山岳修行時代に遍歴した霊石は四国88カ所に代表されるような霊場として残りそれ以降霊場巡りは幅広く大衆の信仰を集めている。高野山の人々や、真言宗の僧侶の多くにとっては、高野山奥の院の霊廟において、現在も空海が禅譲を続けているとされており、そのように信じられている。奥の院の唯名と呼ばれる支持僧が衣服と二時の食事を給仕している。霊廟内の模様は、稲以外が伺うことはできず、稲を務めた者も多言しないため部外者には不明のままである。現存する資料で、空海の入場に関する書室のものは、入寂後100年以上を経た、弘法5年、968年に、任外が表した、金剛峯寺建立修行演義で、入場した空海は49日を過ぎても容色に変化がなくや、髭が伸び続けていたとされる。今昔物語には、高野山が当時との争いで一時荒廃していた時期、当時長者であった。関係が霊廟を開いたという記述がある。これによると、霊廟の空海は、石室と厨子で二重に守られ座っていたという。二件は、一尺余り伸びていた空海の宝髪を剃り衣服や、数珠のほころびを繕い整えた後、再び封印した。また、入場した後も、諸国を行脚している説もあり、その証拠として、毎年3月21日に、高野山の法規委員が行う空海の衣装を改める儀式の際、衣装に土がついていることを挙げている。以上のように、憎みを止めて入場していると信じられているが、歴史学的文献には、俗日本語記に記された、純那上皇が高野山に下した院宣に、空海の荼毘式に関する件が見えること、空海入場直後に、当時長者の慈永が青龍寺へ送った手紙の中に、空海を荼毘に付したと取れる記述があることなど、仮装されたことが示唆されている。桓武天皇の孫、高武親王は、十代弟子の一人として、意外の埋葬に立ち会ったとされる。口述のように空海に関しては史実に増して伝承が多く、開山伝説や開湯伝説に至っては無数にあるが、この入場伝説はその最たるものと言えよう。元行2年。878年11月11日に空海の弟子真備が朝廷に言上した本朝真言宗伝法阿闍梨支付法次第のことによれば空海の不法弟子は真税、真雅、慈知恵、道夫、永明、真如、高師となり、安則、智仙、中延べの10人とされる。後にこの10人を釈迦の10代弟子になぞらえ、弘法大師、空海十大弟子と称するようになった。十大弟子の後の書室は、慶長年間の成立とみられる、来慶、弘法大師十大弟子伝。不法弟子とされる10人以外にも、多くの弟子の名が知られている。貞享元年、1684年成立の地等、弘法大師弟子伝は、計20人、弟子すべてを網羅することを目指した天保13年間の、道友、愚法師弟子譜は、計70人を乗せている。弘法大師信仰の高まりに伴い、様々な空海の肖像が作成された。空海が残したとされる、御遺号や空海の評伝によったものが多い。その図像は、多岐にわたり、寺院などに祀られるだけでなく、空海の生涯を振り返り、日本各地に伝わる空海の伝承を知るよすがとなっている。また、図像は5冊、お守りなどとして、現在も広く流布し、弘法大師信仰が展開した形の一つである。空海は、江戸時代を通して、お大師さんとして、人々に親しまれていた。しかし、純正の日本に仏教という外来の不純な思想を持ち込んだとして、本居宣長などによって批判された。明治時代に入ると、廃仏毀釈運動によって一時的にその評価が落ちることになった。空海は今もなお高野山に隠れているということから、空海が高野山に隠れてから50年ごとに御縁起法要が営まれるが、明治17年、1884年のそれは明治時代初頭であったため、上の理由から低調だったという。そのためか、昭和9年、1934年の1100年、御縁起は単なる宗教行事にとどまらず、大阪朝日新聞や東京日日新聞などの新聞社を巻き込んだ一大キャンペーンとなった。このキャンペーンの中で、かつて不純な思想を持ち込んだと批判された空海は、外来の思想を日本流に完骨脱退して紹介し、日本文化の形成に一役買った人物として評価されるようになった。昭和9年には、日本と中国の戦争すなわち、日華事変がすでに開始しており、戦争に臨むにあたり、英雄という存在の下で国民を団結させる必要があったことから、空海が再評価されたのである。日本統治時代の影響を受けてか、台湾には空海を祀る廟が存在する。その後、昭和59年、1984年の5延期までには高野山道路、当時は有料道路として開通、平成5年に国道370号、国道480号に指定されるが整備され、1150年、5延期は、参詣客が大幅に増え過去最高だった。当時の高野山の宿坊の参道者はどこも定員をはるかに越し、客室以外の場所でも宿泊するほどの人出であったと、高野山内寺院の関係者は言う。これに合わせて映画、空海役、北大路欣也が制作され、全国的な盛り上がりとなる。書は在唐中、範正明に学んだが、唐の地で、すでに農書家として知られ、ことに、王羲之や顔真の書風の影響を受け、また、篆書、隷書、楷書、行書、草書、かすりのすべての体を良くした。日本では、樹木道の外仰がれ、書流は、大師流と称された、不正室の農書家である。親戚としては次のものがある。空海を含む讃岐の佐伯氏は、書と深く関わりを持っていた一族であったと考えられている。空海の門人で同じ佐伯市の出身である慈影は若い頃に同じ一族と思われる讃岐国多度郡出身の佐伯市麻呂に儒学を学んだとされている弘法大師弟子伝が、実は酒麻呂は空海の実弟であり、彼とその一族が平安時代前期において長期にわたって諸博士の地位を占めていたことが日本三大実録記されている。空海は東大一流の文人としても知られる。直線三宗の一つ、渓谷宗に8種の詩が日集しているが、これは日集した詩人全体の中で4番目に多い。空海の著作の一つ、文教批譜論は、詩作法、作文法の解説書で、その序文によれば、当時、多くの若者が詩作、作文の教授を請うため、空海の元を訪れていたらしい。また、空海の詩文を、弟子の親善が修正した、少量集の序文によれば、空海は、詩、上評文、碑銘文、願文など、あらゆる種類の文を、草稿なしで、すぐに書き上げるのが常であったという。実際、日本語記、天長2年、825年うるう7月19日条、類儒国史巻177より、は、仁王会の東宮講師に配された空海が、通例では、当代の著名な文人にあらかじめ作らせておく、主願文を、講説の直前に即座に書き上げたと伝えている。弘法大師に関する伝説は、北海道を除く日本各地に5000以上あると言われ、歴史上の空海の足跡をはるかに超えている。柳田国男は王語、神の長男を意味伝説が大師伝説に転化したと、右説を提出している。また中世、日本全国を勧進して回った遊行像である、高野清が不法大師と解釈されたことも有力な根拠である。ただ、闇雲に多くの事象と弘法大師が結びつけられたわけではなく、その伝説形成の底辺には、やはり空海の幅広い分野での活躍、そして空海への尊崇があると考えられる。弘法大師にまつわる伝説は、寺院の建立や仏像などの彫刻、あるいは聖水、岩石、動植物など多岐にわたるが、特に不法水に関する伝説は、日本各地に残っている。弘法大師が杖をつくと泉が湧き井戸や池となった、といった、具法水の伝承を持つ場所は、日本全国で千数百件に上ると言われている。具法水は、場所やその言われによって、特湖水、五華寺水などと呼ばれている。弘法大師が発見したとされる温泉は、日本各地に存在する。以下に、それを記す。ただし上記には、後年、平家湯伝説を作った際に、名前が使われただけの温泉もある。高野清のうちには、その理能的な性格から、いわゆる山師的なものもおり、それらが温泉を探り当てた際に宗祖たる、空海の名を借用したとも言われる。以下は、弘法大師が由来とされる伝説や伝承があるもので、ある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。